もともと高い方ではないんですけど、よりハスキーなハスキーボイスでお届けしてます。よろしくお願いします。大丈夫大丈夫、なんか喉だけなんですよね。なんでちょっと気になったらすいませんね。11月ですが、いまだに半袖です。あ、やばい、四季があるのに四季を感じない人だ。でもあのね、世間一般的には四季を感じている人がほとんどなのに、なぜか本当にこれは七不思議なんだけど、なぜかアイドルのファン界隈では2期しかない人がいるんですよ。で、その2期の中でも冬の訪れが遅い人がいて、確かに公演のライブとかも半袖が多い。でも皆さん教えてください、11月はもうほぼ冬なんです。夏ではないんです。秋、おわ、冬です。会場暑い、うん、わかる、会場は確かに暑い、会場暑いですね。でも秋か冬なんです。11月は夏ではないんです。暦の上ではディセンバー、あれ12月はディセンバーだけど11月ってなんだっけ。めっちゃ懐かしい。暦の上ではディセン、やばい声が、ディセンバー、ノーベンバー、11月はノーベンバー、ノーベンバーでした。ついこの間まで夏日だった。うん、そうなんよ、ついこの間まで夏日だったんよ。でもね、教えてあげよう、みんなに教えてあげよう。今は11月で、11月は秋か冬なの。ずっと無限ループ何聞かれても多分これ。知らなかった。そうか、よかった、知れて。いつでも教えてあげるからね。11月は秋か冬、もう信じられないもん。だって夏日なら夏やん。うん、そうだね。でもねでもね、教えてあげる。11月は秋か冬、教えてあげよう、みんなに。もう二度と聞くなよ。もうね、見てほしい、これこたつ電源つき始めたんですよ。し、ちょっとね、恥ずかしいからあんまり見せたくないんだけど、このこれはうちに帰ってから着替えたんですけど、もうユニクロの最強の裏肝のスウェット、これは部屋着に、ちょっとね見せれないんだけど、もうね、わかるかな、もうこもこの靴下、これが11月の服装なんよ。早くない、いや早くないと思いたい。
立ってみて、いや立ったらちょっとねダサいんよ、ちょっともう外ではおしゃれしてたんだけど、今からそんなんじゃ真冬はどうするの。真冬は、はあ、分かってないね。真冬はコートを着るの、あとマフラーと手袋。私はめちゃくちゃ一般的なことを言っているんだけど、やっぱり教えてあげるよ。家だと、家は部屋着はね、今はあのねまだヒートテックとかは着てないんですけど、冬になったら裏肝をヒートテックにモコモコパジャマに丸まって寝ます、お布団で。本当はねストーブかヒーターも欲しいんだけどね、うーん、まあこたつもあるからまあいいかなって思ってちょっと置いてる。暖房解禁した、暖房は解禁してない、こたつのみ。NHK 頑張ってた、見てくれてありがとう。ちょっと前の私だけど、クマありがとうございます。料理頑張ってね。あーそう、今日ねメールで書いたんですよ、なんか自炊を始めようかなって思ってるみたいな。なんかちょっと分かりにくかったかな、私後から自分のメール見返してちょっと分かりにくいなって思ったんだけど、なんかねなんかリハ期間とか本当になんて言ったらいいんだろう、こう添加物とかを結構取りすぎたのね、 なんかあんまり体に良くない添加物か、もうメンバーと毎日夜は外食みたいな、なんかそれでなんとかリハ期間とか本番とかを乗り切ってたんですけど、やっぱりお金もかかるし体にも良くないと思い始めて、料理しなきゃって思って家に帰ってみたら、私はね一時ね一時期ね私は自炊をしないと決めた日があって、その日にね調理器具とかねあの全てのねあのものをね断捨離したんですよ。だから今は何もないからちょっとまだしてないんだけど、しようかなって思います。今はまだない、今何にもない。とりあえず今日したことといえば台所の掃除をひたすらしてみた。クマありがとうございます断捨離そうなんよ、断捨離っていらないものを捨てるんだよ。その時はねもう一生必要ないと思ってたんですよ。やらないに一票、そう一票入ると思ったんよ。でもねあのねこの間フランフランに行ってきたんですよ。で私フランフラン見るの大好きで、なんかめっちゃ可愛いんですよね、食器とかもめっちゃあるし。フランフランを見たら、私はこの子たちを集めたらきっと料理はできるようになるって思って、なんかわあモチベーションが上がるぞって思って、とりあえずねあの見物だけしに行ってきた。ちょっとね楽しみにしててほしい、いつかいつか
買ってはない。うん、そう、買ってはない。なぜなら because あの食器は重いから持って帰りたくなかったので買ってはなかった。ネットで買いたいなと思ってるんだけど、品定めしてきた。え、そう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 、可愛かったんですよ。オキポが肉じゃがを作る世界線来る。来るよ。その時はショールームでやるよ。やる未来が見えてないけど、みんなにはやる予定なんだよ。エプロン姿のキポを拝める。そうだよ、花嫁オキポだよ。でもな、台所に立つのな、あんまりね、家族とかあんまり合意してないからな。大丈夫かな、お母さんに許可もらわなきゃ。どんな結果になっても食べたいと言いたい。嘘。いや、めっちゃ久しぶり、本当に。家族の合意がいるの。そうなんよ。私ね、なんか私はドナーの提供と料理は家族の同意が必要ないよ。頑張ります。クマありがとうございます。あと今日からね、あのなんかね、ショールームのタバの例ね、メモをね、なんかファンの人がめっちゃ送ってくれたんで、ちょっとめっちゃ前のタワーのお礼なんですけど、小鉢さんタワーありがとうございます。なんかメモがめっちゃ届いて、やっとお礼ができるようになりました。メモ全然ね買ってなくてね、いっぱい届いたのでありがとうございました。かわいいよね、ミフィ。遅くなりましたが、丸っぽかわいい。そうなんよ、なんかサイン書くの最近疲れてね、署名制になった。簡単なサインになりました。丸っぽ、かわいいっしょ。ハンコで欲しい。ハンコ作る。あと、そう、なんかお知らせがあって、ね、まずオンラインチェキ会の振り替えが14日にあります。ショールームで、ちょっとね、他のメンバーが結構前にやってたからあれなんだけど、そう、ぜひね遊びに来てください。まあ、通知行くと思うんですけど、お知らせがあるみたいだよ。七並べのボイスね、それは。あとはなんかジャケ写サイン会が発表されたりとか、私はね、何日だったかな、ソラハと一緒だったよね、リミスタ10枚目もあるみたいです。
サイン会類はそこら辺で、あとはね、6789明日ボムの12月号に、掲載されてるので皆さんぜひゲットしてください。ツタヤ限定版だと表紙です。江田島で撮影したのでぜひぜひ。お久しぶりのボムさんです。ラフショットとかも載せる予定なんですけど、ぜひよろしくお願いします。千代さんとココアさんとサーヤンと私で4人で女子旅してます。アンケートもお待ちしてます。よろしくお願いします。メールのオフショ、あれはいいものだそう、オフショね、めっちゃあるんだけど、また載したいね。ぜひ。珍しい組み合わせ、確かに結構珍しいかも。最近でもなんかメンバーとなんかご飯行く機会がめっちゃ多くて、ボムのメンバーとはみんな行ってるかもしれない。昨日がサーヤンとかご飯食べ行って、あと千代さんとサラピと一緒にもご飯食べたりとかして、最近ねめっちゃ多いんよね。なんか外食をめっちゃした。南さんとか、南さんと2人でしたり、南さん、葵さん、ひなさん、おきぽの4人でご飯したり、なんかねめっちゃ本当にいろんな人とご飯食べてます。楽しいけど、楽しいけど出費がかさばるから自炊したいんよね。うん、仲良くてよき、いやね、楽しいよね最近はね幸せです。メンバーとご飯行けて、あと何の話しようと思ってたんだろう。あ、そうだ、進撃の巨人が最終回アニメ10年目で最終回してて、この間もう私ね進撃の巨人最初の方めっちゃ見てて、それこそ1話とか1期シーズン1めっちゃ見てたんですよ。もうね1話何歳だったかな、多分中1とか13歳ぐらいの時に進撃の巨人の第1話が放送されたんやけど、もうそっからね全然見てなくて、でもなんかすごいさ X で盛り上がってて、ちょっとね見なかった9年分を追いかけようか迷ってる。1年は見てたんだけどね。9年分が見れてない。でも絶対リアタイで追っかけてた人は楽しいよねと思って追いかけた方がいいだって。やっぱそうだよね、懐かしいな進撃の巨人
心臓を捧げよう、捧げよう。ちょっとね、見ようかなって思ってます。伏線気になるタイプ。私ね、そういうなんかドラマとかアニメとか小説とかもそうだけど、私ね、なんか伏線が伏線だと気づけないことが多いから、もう本当にね、理解力がめちゃくちゃ乏しいので、すごいなんか風船飛んできた、ありがとうございます。なんかね、 YouTube でその気になってる作品とかの伏線まとめみたいな動画を全然普通に見るタイプ。もう伏線が伏線だと気づけない。あとめちゃくちゃひねくれてるから、本当に伏線なのかなって思ってしまうわ。後付けだったら分からなくない？本当にこれは伏線とか、 X とかの考察とか、それは本当に伏線なのかなみたいな、作者は本当にそんなことを考えているのだろうかみたいな、難しい。でもあのなんか伏線動画を見るのはめっちゃ好きです。ちなみにね、私の大好きな伏線の話が一個ありまして、まあ私がめちゃくちゃ大好きな名探偵コナンのもう超有名な伏線なんだけど、私のねガチ恋の赤井秀一、赤井秀一という男がいたんですよ。私が小学生ぐらいの時にめっちゃガチ恋してた赤井秀一がめちゃくちゃ有能だったんだけど、作中で死んじゃって7年間ぐらい出てこなかって、でも実は生きてて、その7年後ぐらいに再登場した時の伏線は湧いたね。やっぱ生きてたんだみたいな。どんな伏線？なんかね、いいのかな言っても。なんかね、死んだ時に指紋が見つかるんよ。なんかその遺品の中から。あ、なんだっけ、違う、指紋ちょっと説明すると難しいんだけど、指紋でわかるって言うんだけど、本当は指紋をつけてなくてみたいな、なんかそういうね伏線があったんですよ。ちょっと読んでいただきたい。で、そのなんか指紋をなくすようになんか指にボンドみたいなのつけてたんだよね、多分。それでその時はなんか何気ない描写で缶コーヒーを落とすっていう描写だったんよ。それはなんか普通にリアタイしてたら、あ、解散でも緊張してるのかなって思ってたんだけど、7年後にあれは指紋を出さないための伏線やったんやみたいな、なんかそういうのがあったですよ。ちょっと長いから難しいんだけど、簡単に言うとそういう感じのね、もう脇ドンドーンって感じの脇状態です。
そうなんです。皆さんも気になった方はぜひ。クマありがとうございます。コナンは話数が多いけど頑張って見てください。ソラハは1話から最新話まで見ましたよ。毎日毎日時間をかけて。皆さんもぜひ。25年ぐらいあるけど来年も楽しみだな。進撃の9年追いつこういやん難しい。難しい。頑張ろう。それが話したかったんだけど、別に膨らむ話ではなかったな。進撃の巨人見てないからかな。最近はね、なんかあんまり何かを見てるってことはそんなになくて、なんかドラマとかをメンバーからおすすめされることが多いからちょくちょくは見てるんだけど、忙しくてね、あんま見れなくてね。でもコンサートとかも終わったからやっとゆっくりいろいろ見ようと思います。アニメ見てないの。最近見てないね。最近、うん、なんかでもずっと流してはいるけど作業用って感じかも。どっちかって言ったら。今期のアニメ見てない。今期のアニメね、今期のアニメはねあんまり見てないね。右とダリちょっと見てるぐらいかな。あんまり、うん、早々のフリーレンは1話見て2話見て、そっからまだ見れてない。暑くなってきた。ちょっとさすがにあったかすぎたかも。格好が、こたつを切ろう。あんなに11月は冬と力説したけど秋に降格しよう。秋に降格します。ちょっとこたつが暑すぎる。広島何度、え、何度だろう。でも冬とかは寒いかも。昨日何食べた、日記泣けるよ。昨日食べた、何食べた、もう最近ずっと見てるよ。今秋入れ替え戦季節の入れ替え戦してるみたいな。明日は私早起きなので1時間したら終わりたいと思います。23時半ぐらいに終わろうかなって思ってます。よろしく。はーい。いやー、アンピーの卒業公演もねあったしね。なんかさ、アンピーの卒業公演出たんですよ。もうね、めっちゃいい公演でね、なんかずっとみんなで話してて、その話を。
川又杏奈ちゃんの卒業公演ってなんかみんな泣いてて、もうみんなが安否を愛してさ、もう終わった後もずっとみんなが泣いてて、なんかねこんな公演ってなかなかないよねっていう話をしてて、なんかこんなみんながさ、同期がみんな集まってくれて、みんなが泣いて惜しんでくれる卒業公演って今後あるのかなって話してて、みんなで自分の時にそうだったらめっちゃ嬉しいよねっていう話をしましたぐらい、本当にいい公演だった。お疲れ様でした。アンピー、次の日にアンピーに会いました。素晴らしく良かった、卒業公演。そう、アンピーのそのなんかお芋を爆発させた電子レンジをもらう約束をしてたんだけど、まだもらってない。ちょっと重いから一人じゃ持っていけなくて。アンピーがなんか今家いますかって言って LINE 来て、いるよって言ったら、チップくんと会いに行っていいですかって言われて家まで来てくれて、アンピーが犬抱っこして、なんか広島にいたいよ、アンピーの家が、家がじゃない、犬が。可愛かったです、チップくん。めっちゃおとなしかった、なんかもうなんか闇落ちした目だった、ずっとって可愛かったです、チップくん。うん、ずっと名前間違えてた、チョップくんって思ってたけどチップくんだった。めっちゃおとなしかった、なんかお人形っていうか全然動かないだった。でもチワワだから白目だったら逆に怖いんだけど、ハイライトなかった、可愛かったです。アンピーはまた東京行った時に会いに行っていいって言ったら、全然会いましょうって言ってくれたんで、私が東京行った時にアンピーの家まで会いに行きたいと思います。悲しい、ちいかわまたがいないなんて。でも本当にいい公演だったな。アンピー東京なの？アンピー東京じゃないかな、実家どこだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、でも関東だった気がする多分行けるはず。神奈川か、神奈川だ、神奈川から行けるはず。いい公演だったね。ねえ、本当にね。アキちゃんとマイケがアンピ見れてるのめっちゃ好きだった。ありがとう。こちらこそ。本当に。ありがとうございます。なんかね、めっちゃ泣いたんだよね。本当に。なんかね、もう、誰かといたいで、コッコさん出てきたのも、もうリハからもう、みんな湧いてた。すごい、もうめっちゃ可愛かった、現役やんって、すごいいいよね、推しメンと最後に歌えるなんて。しかも歌がいいもんね、全部が泣けた。いやもうね、私はね本当に今月ね、アンピーの卒業公演でね、多分一生分の涙を流してしまってねもうね
やばいんよ、補充しないと、水分補給しないとやばい、カラ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 ポ。青く晴れた空に霧雨が降るように、枯れ果てたの、もう枯れ果てた、本当に自分の卒業で泣けなくなってしまった。ちょっと頑張って今日からまた水分をいっぱい飲みたいと思います。1日2リットル目標で頑張ってみるよ。後輩のために泣ける素敵な子を教えたこと嬉しくも、いやーありがとう、そんなこと言ってくれて。カラカラポなのでね。それでね、最近そのメンバーみんなでさ、卒業コンサートとか卒業公演がこう立て続けだったから、卒業の話をすることが多くて、自分の卒業公演は何を歌いたいかっていう話をしたんですけど、なんかみんな結構決めてたんだけど、なんか全然、なんか好きな曲はあるんだけど、自分が歌うってなった時に思いつく歌が全くなくて、何がいいかな。なんかね、めっちゃ好きなシングルとかさ、卒業のソロ曲とかめっちゃあるんですよ。でもなんかみんなね、結構ね決めてた。そうね、ロドスね、ロドスね、確かにね。菜の花、そう、菜の花はなんか思った、あのメールに書いたかな、あのね、最後に STU メンバー全員で菜の花歌いたいなって思ったけど、あ、別にそれは卒業じゃなくても、なんか周年とかでも歌えたら私は嬉しいかも。なんか全員で歌いたいなって思ったんですよ、菜の花畑みたいな感じで。菜の花を聞いたら泣いちゃうあなたはそりゃそうやな。菜の花はドラさん以外の人が歌ったことないよね。フーさんの卒コンで、フーさんとドラさんで菜の花を歌ったくらいかな。あんまり歌ったことないかも。なんか PR 舞台の公演の時に、菜の花、やがて菜の花が咲く頃を7人バージョンで歌うってなってたんだけど、なんか結局なくなってたね。歌いたかった。なんでなくなったの？なんか多分曲順、なんか都合かな、わかんないけど。歌いたかったですね。でも花だれの日替わりとかに入れてもいいんじゃないかなって思うけど。誰か一人卒コンに呼ぶとしたら誰にするの？一人むずい。みんな呼びたいけど、一人って難しすぎ。誰だろう。ほのたんさん、ふうさん、磯貝さん、難しい。みかにゃん、みかにゃんも呼びたいな。いや、一人ちょっと難しいよ。今はアンピ、いや、アンピ来てくれるかな全然大丈夫かな、来て大丈夫かな。あ、のんちゃんさん、のんちゃんさん、この間卒コンで話したよ、めっちゃ面白かった。
なんか変わってなかったです。なんか「おきちゃん」みたいな感じだった、あの呼び方だった。卒コンの話してるけど、おきちゃん卒業発表したの？あ、そうなんですよ、卒業発表しました。はい、よろしくお願いします。最終活動日まで。そのおんちゃんさんね、めっちゃね可愛くなった。もともと可愛いんだけど、なんかお姉さんだった、めっちゃ今嘘言いました、ごめんなさいね。最初から遊びに来てください。最終活動日5年後ぐらい。5年後だったら私20何歳だろう、 28歳とか、結構なかなかのお姉さんだ。あんま STU で28歳までいる人いないからな。おきちゃん足のサイズ何センチ？ 23.5。 よく履くメーカーは特にない。30までいける、30からもいけるんだよ。いけるんだよ、超えてゆけ。限界を決めるな。語尾強い。最近ね、なんか心の中にね格闘家を飼ってる。今日はカンフー。明日は柔道。あのね、あんまり私本気で喋ってること少ないんで、全部真に受けないでくださいね。もうここのテロップに書いとこうかな、私は今嘘を言ってますって。ピュア視聴者が信じるかもしれない。マイキューの影響。え、マイキュー心に格闘かかってんの？それはちょっと初めて聞いたかもしれない。そうなの？そうなの？フェイクニュース、いやフェイクニュースすぎる。オキポの分身買いたい。いや、ミニオキポ販売してあげたい、なんかグッズ売り場とかで。総合格闘家だから強いよ。そうなん？確かに強そうだわ。強そうだわ。確かに言われてみれば勝ってるのか。勝ってそうだけども。欲しい、売ろうかな。二頭身オキポ。え、もうこんなんだね。かわいいじゃん。いやー、でも卒業、ユミリンさんとかも卒業公演あるのかな。卒業コンサートはあったけど、最後は何で終わるんだろう。もし卒業公演があるなら出れたらいいな。花だれかな。
今日なんか配信やってたね。見たかったんやけど見れんかった。卒公やるでしょ。花だれ公演でね、卒業公演するとね、あのね、この間安否して思った、マジで前半ブロックでねめっちゃ泣けるんよ、曲が良すぎて。なんか終盤とか中盤は結構元気にできるんだけどね、最初がやばい。めっちゃいいよ。花は誰のもの、暗闇、僕は好みを眺めてる、春夏秋冬の流れはあまりにもよ量量よ。です。めっちゃエモい。いや、僕らの春夏秋冬、とてもいい曲やね。あれがもしその自分たちの木の曲だったら、もうめちゃくちゃ号泣すると思う。だってその木じゃなくても涙腺弱々になる曲なのに。あれを同期とかでやったらもう号泣や。春夏秋冬過ぎてゆくよ。うん、読み力と非全力。いや、非全力、非全力最近歌ってない。歌いたい。私非全力大好き女。最近 STU 歌ってないよね。とてもいい曲。ずっと全力でなんか走れない、時には歩きたくなる、僕はそんなに強くはないんだ、少しだけ休ませてくれ。やばい、振りがもうあやふやになってきた。何も急がなくたっていいじゃないか、全力はやめよう。カスカサよ声が。ちゃん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 。STU カップリングめちゃくちゃいい曲説。カップリングで思い出したんだけど、この間のお話し会の時に、オンラインね、オンラインお話し会の時に、なんかもうね、まだ君は何を後悔するのかしか流れなくて、なんか有線みたいに後ろで流れてるんだけど、お話し会中なんかでも公開はされてるのね、何曲かは。でマイキューと池ちゃんのソロ曲を聴きたいっていう話になって、私まだ聴いてないんですよ。でもラジオで公開してて、だから池ちゃんの席まで行って二人で、池ちゃんみたいな、池ちゃんソロ曲歌ってよ、もう公開されてるんでしょ、歌ってよ歌ってよって言ったら、池ちゃんが嫌です、恥ずかしいです、絶対無理ですみたいな感じでめっちゃ拒否られて、でもいやめっちゃ聴きたいから、池ちゃん聴かせてよ聴かせてよって言ってたら、なんかちょっと歌ってくれた。よかった。でもなんかイケちゃんちょっと下手だった、ちょっと下手だったわ、その時歌ってくれたのは。こんなイケちゃんは下手なんて初めて言うけど、イケちゃんちょっとわざとうまく歌わなかった、ちょっと抜いてた。だから本気のイケボイスが聞きたいです、私は。わざとちょっとクオリティ落としてました。
え、もう聞きました？皆さんは。なんかチューピーで公開されてたんですよね。私ね、まだね、聞けてなくて。うん、なんだっけ、タイトルがちょっと長いんよね。なんか愛しても愛さなくてもみたいな感じのタイトル。でもね、なんか気にならない孤独の続きみたいな歌詞って言ってて、ちょっと楽しみにしてる。ちょっと暗めだった、ワンフレーズ聞いた感じ。愛をもらったこともあげたこともないだ。うん、楽しみにしとこ。初めてカップリングにオキポなくて少し悲しい。え、私カップリングある方が珍しいよ、逆に。あんまり参加したことないよ、カップリングは。だからすごいことなんですよ、カップリングに入れるっていうのは。全然表題の方にありがたいことに参加させてもらってるんですけど、時には歩きたくなる。カップリングってメンバーはどのタイミングで聴けるの？え、自分が参加してなかったら、そのミーファンの皆さんと同じタイミングで聴くし、自分が参加してたらなんか聴かせてもらえたりとかする、その前に。カップリング大体いる。嘘、私カップリングマジで少ないよ。まあ少ないって言っちゃいけないのかもしれないけど、そんななんか沖だから選ばれてますみたいなことはほぼない。カップリングでもね、目標よね。どのくらいで曲を覚えるの？レコーディングは本当にその曲によってまちまちなんですよね。1日前の時とかもあるし、もっと前からの時もあるし、本当にその日によります。頑張ります、練習を。クマ、ありがとうございます。サンキュー。うん、笑顔のチャンスとか。でもピアノ舞台だしな。もう皆さんのおかげです。僕は好みを眺めてるとか感謝。でもカップリングでもいいから、センター曲がねめっちゃすごいね欲しいなって思いますね。なんかリクアワとかでなんか欲しい。あとドラさんで一人だけセンターがないのがもう悲しい、悲しいし、頑張ろうって気持ち。でも難しいよね、なかなか目指してるところね。なかなかね、なかなか曲なかなか難しいんですよ。頑張りたいなと思うんですけど、いやすごいよな2人。もう本当に同期がすごすぎて
尊敬です。頑張りたいと思います。言われるまで気づかなかったぐらい意外。いやそんなことないんですよ。でも本当になんかそのなんて言ったらいいんだろう、こうなんか皆さんが気づかない程度のなんかなんていう難しいなんか活躍具合難しいよね。なんか自分からしたらめっちゃ気になるけど、まあでもファンの皆さんはまあ気づいてないし、まあ、まあいいかっていつもなってしまう。なんかそんな自分から不幸をアピールするのもなんか違うしな、でもなんか悲しいなみたいなことがね多い。なんかそれをマイシングルマイシングル思うかな。あんまこう変なね暗い話するのもあれだけど、なんか序列もやっぱ下がるしみたいな、あーまた下がったとか、でもあの人はまあ気づいてない、でもカラオケってわけにもいかないしなみたいな、そういう感じ毎回。小さいことで一喜一憂しすぎなのかな、自分が気にしすぎなだけなのかもしれない。でも私は普通に今回のシングルめっちゃ悔しいって思ったけど、まあし一回もタワーレコードのあのポスターに載ったこともないのも自分的にはめっちゃ悔しいなって思うし、あれってめっちゃ序列の上の人から乗れるやつのイメージ、まあ、そんなこともないのかもしれないけど、大体そのシングル大体そうだから、それにまだ一回も乗ったことないし、なんかそういうのは多いですね。こう卒業したメンバーのなんかいいポジションに入れるってなった時も絶対自分はそこには入らせてもらえないし、なかなかその折り面じゃない曲とかのなんかし、もともとやってた曲とかもなんか次やる時はさまたちょっと序列が下がってたりとかするし、 STU 曲とかでもそんなのは自分しか分かんない、多分ファンの人も見てて別に沖ちゃんがこの曲はここだったのにここになってるとかそんな覚えてる人はいないから、なんか自分だけめっちゃ一喜一憂してるって感じなんだけど、でもねもうちょっと頑張りたいなと思ってるんです。なんか急にブワーって言ってしまったけどこんなん言われてもって感じですよね。そうなんですよ、前までは暗闇とかも昔はナナさんのポジションをやらせてもらってたけど、今はもうやらせてもらえることってほとんどないし、みたいな、なんかそういうちっちゃなこととかも自分の中では結構落ち込んだりとかするけど、まあでもそんなんで、ね、だからといって別に3列目のポジションはなんか別に嫌なわけじゃなく、そのどこでも頑張るつもりは変わらないけど。まあ、自分の中でその期限を決めてそれまでめっちゃ全力で頑張るっていう感じですね。すごいもう早い、1時間経ってしまったよ。上を目指しましょう。ありがとう、優しい温かい言葉が、ありがとうございます。ということで今日はちょっと明日が早いのでそろそろ終わりたいと思います。
バイバイ。ちょっとね、壇上読もうかな。13位から読みたいと思います。13位ササックさん、12位ジンジンさん、11位ジェリーさん、10位ホクさん、9位ペルさん、8位しまなみ48さん、7位コバチャさん、6位バンボシさん、5位アチャさん、4位トートーさんでした。10歳からまでの皆さん、ありがとうございます。そして、3位背番号48さん、2位よもつくさん、1位がきょんきょんさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。ということで、まあ、最終的に総括して言いたいことは、11月はまだ秋でした。ありがとうございました。お疲れ様。もうね、風邪にも気をつけて、体調にも皆さん、お疲れ様でした。またね、ゆっくり休んでください。おやすみなさい。